覚えておきたいテニスの最低限のマナー。はい、自己肯定感上げるテニスコーチ加藤です。まあ、今回なんですけども、まあこう仲間内でとか、まあ普通にこうねゲームっぽいことして、テニスしてた時にですね、やっぱこうある程度マナーって大事じゃないですか。で、結構多くの人がそうですね、まあ試合に出られてる方は別ですけどね、多くの人がね、親切心だと思ってやってることが実はこう一般的なルールから外れたりとか、実はそうじゃなかったんだよっていうのもあったりします。で、まあ、これ難しいんですけどね、実はちょっと、はい、仲間教えテニスやっててどうしてもこう伝えたいので、作ってくれと言われましたんで、まあ、僕の感覚なんですけども、まあ、これは気をつけといた方がいいんじゃないかなっていうのをいくつかお伝えしたいと思います。もちろん、たくさんあるんですけど、まあ、暗黙の了解的なルールとか、まあ、一応テニスは紳士淑女のスポーツって言われてますから、まあ、ある程度のですね、こうなんだろう、お互いこれは常識だよねっていう部分伝えられればと思います。よろしければ、チャンネル登録、コメント欄の方にですね、ご意見ご感想ご要望お願いします。いいねボタンもお願いいたします。まあこうラリーの時とかまあそうなんじゃなくて、普通に例えば、まあ、一番よくあるのが、まあ、大体セルフジャッジじゃないですか。で、仲間同士で試合するじゃないですか。もちろんレッスンだとかだったらコーチがボールをくれたりするんですけども、その時にまずボールを渡す時、わかりますか？まあじゃあこっち僕のチーム、向こう側に相手方のチームがいます。で、僕のチームがペアが、ね、まあ、ダブルスだった場合、まあ、ダブルスですよね、ダブルスね、男子ダブルス女子ダブルスミックスだった場合、まあ、こうファースト打ってセカンド打って、でラリーが終わりました。で、味方の人がボールを持ってる、相手の人がボールを持ってるって時にですね、これ基本的には向こうがやっぱりこう対戦相手に敬意を示す必要もあって、向こうの人からボールを受けるのが先なんです。だからいきなりこうペアの人にボールをもらったりとか、逆に自分がペアでこうボールを渡しますって時に相手方がいた時は相手方に先に渡すようにするんですね。まあ、いわゆるこう思いやり的な部分なんですけども、なのでまあこれ結構ね、あ、ボール近くにあるからいいや、ポンって相手見て、相手がまだボール取ってたりとか、相手がまだ送る気配もなくて背中向けてんだったら、もう先に渡しちゃっても、先に行きますって渡しちゃってもいいんですけど、まあここら辺結構ね、で同時に投げちゃってこうアタフタしちゃうとなると、まあ、自分のペアのボールは相手が投げてから渡す、これ結構大事です。ごめんなさい、ちょっと言ってること分かりますか。で、渡す時なんですけども、例えばじゃあ僕は向こうに、ね、向こうの方がサーブでこうやってボール拾って、あ、ボール行きますってこうボール渡すとするじゃないですか。このボール行きますってボールを渡すときに、まあ、どういう渡し方があって、まあ、こう投げて渡してもいいです。まあ、ただ、まあ、なんだろう、基本的に、まあ、難しいと思います。相手のいるところにダイレクトだとボール取りづらかったりしますから、まあ、絶対じゃないですけど、まあ、ワンバンこうね、こうボール投げました、こうワンバンツーバンして取れるぐらいの位置に投げてあげると、これ一番いいと思います。まあね、いきなりこうボーンってね、ノーバンで打ってみたりとかね、あとなんか全然なんかこう優しく投げてるつもりが全然違う方向行ったりとか、まあ、そうした時はすいませんって謝ると。まあこれ当たり前なんですけど、結構ねできてないケース多かったりするんですよ。で、まあ初心者、初中級者、これから試合に出てこうとかね、仲間内で試合してる時ね、変な空気になった時は必ずこういうこと起こってますから、まあちょっと気をつけた方がいいかなって、はい、思います。で、あとまあ何か挙げるとこういくつかあるんですけども、例えば、こっちでポイントが終わってこっちにポイント来ますってなった時に、まあ、向こうの人サーブじゃないですか。で、まあ、よくあるのがフォルトボール、フォルトだったボールが転がってます。で、まあ、こっちのボールをね取りに行くのはいいと思うんですけど、やっぱり明らか触るところないボールをこう取りに行くっていうのも、まあ多分おじちゃんおばちゃんとかちょっと偏屈そうな人はね、なんか絶対そこ動いてないのってところまでこう取りに行ってね、相手のセカンドね、こう明らかにこうミスるよ、ミスらないかなみたいな手で行くんですけど、
ファーストとセカンドの間で基本的にやっぱ相手がサーブ打ちやすいことが大事なんで、よっぽど近くだったら転がさないとダメですけど、こうやってめっちゃ後ろになってて、まあ、もしかして転がってくるかもしれないです。そうした場合はもうパパって走ってって、ね、こうボールをもう過信どけるとかポケット入れとかっていうのは大事です。でまた逆に相手がフォルトして、で近くのボールをこう取ろうとして背中が向いてるのに、ね、向こうからサーブするのも NG です。だから必ずレシーバーの人がこっち向いての、ね、確認してから打つとか、まあありふれたような当たり前のようなマナーなんですけども、まあ、ここら辺が結構忘れられがちに、なります。でこの点は絶対に注意していった方がいいと思います。でもう一個は、まあ、これねオーストラリアかどっか行った時にはねそこまでじゃなかったんですけど、まあ、その暗黙の了解的なルールでよく相手がサーブ打ってくるんですか、サーブ打ってきてフォルトだった場合あるじゃないですか。でフォルトだった場合をそのままこうパーンって返しちゃった場合にもしかするとこうインプレーかもしれないって相手が思うじゃないですか。だからフォルトボールは基本的には返さない、まあ、相手のサーブが速かったりね強くてこうねもう反応してからでないと返らない場合は返しちゃったらフォルトボールを返しちゃったら必ずごめんなさいと言うっていうねことも忘れないでいていただければと思います。でないとこうね入ってるか入ってないかで向こうから見ると分からなかったりしますし、実際の試合でも何も言わずに返してしまった場合はそこからインプレー認められるとかいうかね、インプレーになってしまいますから、できるだけフォルトボールは返さずに、ね、ネットにかける。万が一返してしまってもこうすいませんごめんなさいって言った風にですね、アクションを、してあげるといいのではないかなと思います。まああとねいろいろとあるんですけれども、まあ難しいところは例えばですけども、あれもね本当はねなんかロービングアンパイアとかの大会の主催者がちゃんと言わないとダメなんですけど、よくあるのはフットホルトですよね。もう草刀とかプロの試合では出てないですけど、でこう構えて打つときにこう踏んでしまうとかね、こうもう中に入ってからもこう打ってしまうとか、極力まああんまりこう暗黙の了解的に言わないようになってますけど、まあちょっとより良いプレーとかね、もうちょっと高いランクね、ランクとか高いこう質の高いテニスを目指していくんであれば、よく踏まないのも大事ですね。結構踏んでますからね、普通の草刀とか見てても。でまあ、そこであんまりこうフットホールドを取られることはないんですけども、やっぱりそういうのもマナーとしては必要なんじゃないかなと思います。であとはそのダブルスの時にね、結構ね、僕の中ではおばちゃんのダブルスで、おばちゃんのダブルスっていうのは僕ね、もう僕おっさんの年齢だから、ね、周りに迷惑をかけてても全然平気なのおばちゃんって定義ですよ、はい。ペアで話し合いするじゃないですか、1ポイント1分と。あれめっちゃ長い人いるじゃないですか。あれもルール上ダメだと思います、はい。であれもなんかね、でなんかそのまあ緊張ほぐすのはいいかもしれないですけど、毎回もう本当にそれこそ毎回のポイントで話し合う、まあ、基本的にポイント間って20秒だけななってますから、その間の分はいいけども、やたら長く喋るっていうのもこれもですね、やっぱりこう避けていった方がいいんじゃないかなって思います。それだけやっぱりね、だから変な話、その時間が押せば押すほど大会運営してる人とかだとね、普通に天井ないコートでロボロボ合戦使ってその話してたらもう5時間6時間普通にかかっちゃうんですね。で同じようなタイプの人たちが試合してくると、やっぱそこら辺もある程度一言二言で交わして終わるとかね、まあ、男性はそんなになかったりすると思うんですけど、僕の知ってるうちはね、まあ、このそういうこうコミュニケーション取るのも大事だけど、ちゃんとルール上にのっとって本当に数十秒とかも数秒でもうプレーに戻るっていうのも大事になってきます。で最後は皆さん思われてこれがネットだとして、ネットに当たって相手のコートに入ってポイントになったりするケースあるじゃないですか。で結構続くときは続くんですけど、そういうときは必ずすいませんってことをね、言葉を添えてあげると良いと思います。でそのただあまりにもそこを意識しすぎて
ネット当たった瞬間にすいませんって言う人いるんですけど、これはもしかすると相手が何か言ってたってことで、まあ、コートバイオレーションまで取られることはないんですけど、まあ、どっちか入るか分からないですか。もしかしたら自分の方に落ちるかもしれないし、相手の方に落ちるかもしれない。だ当たった瞬間にすいませんっていうのは、まあ、あんまり言わない方がいいかなって。もしかしてそれで、ね、向こうの動きが相手が何か声かけたと思って止まっちゃう場合もありますから、だからあくまで当たって落ちてそれで自分のポイントになった後にすいませんと、言っていくのがいいんではないかなと思います。まあ簡単にザクッとですね、もうご存知の方はもうそんなことは当たり前でしょうってなると思うんですけれども、まあ結構ね、こうお客様のこう中で見てた時に、あ、これちょっと雰囲気悪くなるかなとか、ここの部分はやっぱこうしていかないとダメだよなって、もちろんねふわっとは伝えるんですけども、もし何かこう仲間内とかでやってた時になんかちょっと変な空気になったなとか、これってどうなんだろうなって思った時はね、ちょっと今回のいろいろと、思い直してみてください、はい、今日は簡単な、はい、マナーについてでした。今日はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。